オロモーツの生産民一体柱は、チェコのモラビア地方オロモーツにあるバロック様式のモニュメントである。2000年にユネスコの世界遺産に登録された。高さは35メートル、最上部には銅に金メッキを施した三位一体の像、その下には聖母の秘書店の像、その他聖人像やレリーフなどで飾られ、最下層には礼拝堂がある。 30年戦争が終結し、スウェーデンによる占領状態が解かれて再建されたオロモーツには、生産味一体柱をはじめとしたバロック建築の建造物群が作られた。生産味一体柱は1716年、イシクバーツラフレンダーの指揮及び出資によって建設が始められたもので、レンダーの没後も職人たちが引き継いで1754年に完成させた。 剣道式にはマリア・テレジアとその夫の神聖ローマ皇帝フランツ・一世が臨席している。1997年に周辺の聖母マリア記念柱や噴水群と共に登録申請されたが認められなかった。そのため生産日一体柱のみを対象に再申請を行い2000年に登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち 以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。